ない仕様ですよね、この車は。もうどこぞのデモカー同等。お名前教えてください。アツと申します。アツさんの、アツくんの車のエンジン仕様は、基本プースタップです。プースタップ、タービンは純正。今日は、駅前にとこマフラーは、アルトラックで。ほら、アルトラックって必ず言うから。マックスでしょ、ちょっとオリジンのリアマフラー。正直アルトラックのマニってちょっと自慢すか。自慢です。だろだろだろ。それでは、何くんでしたっけ。アツです。アツくんですね。アツくんのノーマルタービンアルトラックマニ、D-MAX のフィニッシュというか最後、オリジンの、オリジンのマフラーフィニッシュで、ショックストが GP スポーツのアツくんの音を聞いてみましょう。それでは3、2、1、スタート。それには何をするんですか。また来年会いましょう。アツくんでした。あ、記録は 131.9。 そんな感じでした。ありがとうございました。8000回転やろうっていないもんですね、なかなか。7000ちょっと。CR-A 京都市。もちろん6度目。あ、ストップ、ストップ。もうちょっとだけバック。あ、もう決まり物ですね。ロケ場に、ボディキットに、SSR リバースメッシュ。そんなあなたのお名前は？高橋拓也君。エンジン仕様はどんな感じですか？マニにハイカム、マフラーメインとか。ああ、昔の MFR みたいなやつだね、フロントバイクね。で、理由があれば出口だけで言われる。まあ、メインとしたらじゃあカムと、もう忘れちゃった。あ、進行マニか。進行マニの音が大体個性かもしれない。こう、ハンドルまでロケットマニーで、しかも、三浦系のサイン付き。最高っすね。15万送ってる。三浦圭のサインがついてるとロケットマニーレーシングのナルディが15万円になってしまう。あー、限定品なんだ。ワン、スタート。なくてもいい音するね。昔はステンのいい音って言ってたけど、シンコみたいな、スチールマニでもまあまあ歯切れのいい音がしますね。で、割れにくいとなればまあまあいいんじゃないですかね。もしいい音がするとしたら、どこが影響してるのか。
3, 2, 1, スタート。スロットルのアクセルオフになった時にもスロットル開けてってやるんですけど、あれはワイヤースロットルのままやってるんで派手な音ではないですけど、まあ実用にはいいぐらいの音出してますかね、うん、なんて勉強になるんでしょう川崎くん。このような楽しいサウンドエクゾーストコンテストですが、僕がここで喋っているということは一切取材も撮影もできておりません。はい、お名前を教えてください。西野くんのエンジン仕様はどんな感じですか。20001度音を聞きましょう。3、2、1スタート。弾ける音が結構出ますね。なかなか8000回転まで回ってきてるんじゃないですね。はい、ストップ。お名前聞いていいですか。ケンタです。ケンタ君はエンジンは、2.2 ですよね。2.2 ですよね。違います。2000ですか。 2.1? 何のピストンですか。オスワースのピストンの 2.1。 さすがっす。カービンなんすか。透明のタイルもいろいろあるけど、わかんない。ああ、一応のポン付け的な。マニはなんすか。なんでアルトラックが多いんだろうね。まあ聞いてみましょう。どんくらい回しますよ。レブで、レブの音も、レブかかる音も聞こえる。わかりました。じゃあケンタ君行って回りましょう。3、2、1。
と過去ヘッドをいじってるカモをやってある下のヘッドポートもやってあるということをお伝えします。ケンタ君ありがとうございました。ブンブンやりながらやったな。あー、やっぱ音量のマックスじゃないな、音質まで考えた方がいいな。だからゼッケン1番の149デシベルが優勝というわけでは必ずそういうわけではない。